小ぶどうというと敷居が高いものというイメージがおありではないでしょうか。また危険なもの、怪我が心配とかお考えの方もいらっしゃるでしょう。柔道や剣道といった現代武道はスポーツとして競技勝敗を重視しているのに対し、小ぶどうは試合での勝敗を目的とせず、心身鍛錬が本来の目的です。日本小ぶどう成蹊館庄司古流武道教室では、小ぶどうを通じて心の錬磨を基本とし、日本人の心に持つ奥ゆかしさ、武士道という観念を育み、礼儀正しさや質実剛健な精神を醸成します。この教室にお子様を通わせている父兄のご感想です。周りの子を意識しながら自分も規律を正すというか、他の子の面倒も見るっていうような、その意識が芽生えたかなっていうのは。あ、なるほど。日本小ぶどう成蹊館庄司古流武道教室では、小学生低学年から中高生、成人まで幅広く指導しています。